はい、皆さんこんにちは、新龍です。私は現在ソウルの不評駅に来ております。こちらね、はい、ナンデブンっていうね、あの韓国来たらお土産買うならこちらの市場ということで、いろいろな雑貨がたくさん売っております。で、どうなってんだろうね、もうね、わかんない、広すぎて。はい、とりあえず5番出口から出ればメインストリートって書いてあるんで、まあ、バリバリメインストリートですかね。昨日行ったクアンジャンチジャンみたいな屋台の方もあるみたいなんで、いろいろ回ってみようかなと思います。すげえ、日本語で親切メガネって書いてある、かわいいと思ったらね、はい、マップありました。ジャパニーズ対応しております。ゼル、あ、ほいほい、きれいね。ここはどこだ、アイフォーメーションがここだから、成功販売店、あ、ここですね、はいはい。あ、で、これ5番出口ここにありました。で、イフォーメーションがここなので今この辺にいます。お、ソーリー、ちょっと普通に前方不注意でした。で、ゲートウェイが何があると、ああ、いい感じが出てますね。 A が食品類とか、 B がこれも食品類ですね。 C がなんかキッチン用品、ガーデン工芸品とか、 CD も変わらず同じような感じですね。E がアクセサリー類、F、帽子、 G が、あ、なんか子供服みたいなことかで書いてありますね。近くで A、B 見ていきますか。 A、B、C、D をね、ちょっと重点的まで、ね、今日本当はね、クルーズ船乗ろうとしたんですけど、4時のクルーズ船取れなくて、今の時間、はい、11時34分なんですけど、14時のクルーズ船です。ちょっと今左側が食品類なんかいろいろ売ってるやつですね。海苔王国、海苔王国、ウェーイって感じですかね。海苔だけに行って、はい、高麗人参って根っこだからさ、そもそもちゃんと、あの粉末状とかにしたら多分ね、税関引っかかりそうだよな。左側がまだ一応食品関係類で、右側がそうですね、今あの服とか雑貨とか方面のやつになります。ただ1時間ぐらいしかないんで、ちょっとあれなんですけど、Thank you. Thank you so much. ということで、高麗人参の飴と飴ちゃんと、海苔買いましたね。全部でだいたい1万3000ウォン、1300円ぐらいですね。はい、安くない？高麗人参、一緒になっちゃってるか分かんないね。高麗人参の阿部ちゃんは、まあ美味しく美味しくないって言ったら美味しくはないです。でも、うん、高麗人参栄養がありますからね。はい、ってことで現在の時刻は12時ぐらい、まだちょっと早いな、3、40分ぐらいありますね。少し食べ歩きしますか。ただ食べ歩きするお腹を持ってない、お腹あんまり持ってないんだよな。はい、ということでお土産たくさん買いましたね。 あとね、あれだ、高麗人参の追加が欲しかったんですよ。
ちょっとあそこの店で追加で買いましょう。行き買った店なんですけど、アイクスデビュー、ああ、カムバック。OK, take one more, please. Yes. あ、それ OK. Thank you. あ、sorry. Thanks so much. Have a nice day. Oh. Oh, thank you. Thanks so much. See you next time. のり追加でもらいました。ラッキーってことでね。はい、ということで、なんでもめちゃくちゃ堪能しましたね。多分ね、服好きな人はね、もうあっちの服買いました。はい、だいたい2000円でしたね。でもやっぱり、ね、ちょっと僕やっぱ英語が出川イングリッシュでございますのでね、本当に全然わからないです。本当にで、ね、これ買う時も20インって言ってたんで、1200円か、1200、20さんか、要は1万2000円だと思ったんですけど、20って言ってたんで、ちょっと僕もまだまだですね。まあでも1200円も2000円も出るのもどちらもいいかなと思ったんで。ということで、はい、戻ってまいりました。今の時刻は35分。40分ぐらいの電車に乗ればいいんですけど、まあそれでも結構早めでございます。向こうには1時5分ぐらい着くのかな。出港は船2時でございますので、まあ、ちょっと余裕を持っております。何があるか分かんないんでね。ということで、この後はクルーズ船に行こうと思います。ちょっと一回ね、バゲージちょっとバッグの中入れてね、ちょっと軽くしたいと思います。軽くしたいっていうか、まあ小だけなんでね、トータルは変わんないんですけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。クルーズ船の動画気になる方はね、次もよかったら見てください。